セット、早くそ、どうも、よしです。ルインズメイガス、続けやっていきましょう。さて、今回やっていくのはこれだな。ローグにご用心。最近、野党に見落とした不良魔法使い、ローグたちによる被害が多発しているらしい。気をつけよう。ということで、このローグをなんとかするお話ですね、今回は。どんな感じなんだろう、ローグって。お、受付さんどうも。お会いです。さて、今日も頑張っていこうか。そうだね。あ、今仲良く半島週間中ですので、よろしくお願いします。仲良く半島どういうことだってばよ。グラブ、はいはい、ちょっと待って、そぼっか、エシトロイトと、仲良く半島週間、ローグによる被害か。さっき書いてやったやつだね。絵が可愛いね。まあ確かにそうだな。っていうか、今日の任務は、あれ、落とし物？何これ、落とし物探し？なん、書いてあった？チミー、お、なんだ？チミってなんだ？なんか偉そうなやつが来たな。部下が2体。貴族。貴族かよ。いかにも私は貴族である。ポーン。さて本題であるが、実は先日、私の高貴、高潔、高級極まりない大事な杖を遺跡に落としてしまったのだ。なるほど、三景度の杖か。チミにはその高貴、高潔、高級極まりない品を取りに行っていただきたい。なるほど。なんで私たちが。まあそういう仕事ですからね、我慢しましょうよ。チミ、エニグマの研究員だろう。我が家から多くの献金を受けているのを知らんのか。わあ、金に物言わせてやがるこいつ。貧乏になっちまえ一回。ルーキー魔法使いや新人研究員など駒使い同然である。ムカつくな。まあまあ落ち着きなさい。口答えするな。あん、ルノンだったのな、こいつの名前。あ、貴族のルノンね。はいはい、わかった。まあ仕方ない、やるしかないよ。アイリス、頑張りましょう。新人の仕事ってこんなんばっかなのかな。まあそんなもんでしょう。下積み成果ってのはそんなもんでしょう。よし、じゃあそういえばアイテム今どうなってんだっけな。ちょっとよ、インベントリアイテム、取ってあるね。まあ使えるときに使いましょう。じゃあやりましょうか。ダンジョンに入ります。チビホルダー杖だよね。多分位置情報は拾えそうだから、そこへ向かおう。お、わかった。そういえばアイスタレットにしたんだっけ。見えてるかな、アイスタレットになってます。ちょっと使ってみよう。これは、あ、打ったらこうするのね。はいはいはい。そして、おお、ちょっと早速使ってみるか。ほら、アイスタレット。大ダメージ。ちょっと弾が切れた。パリー失敗したぜ。ちょっと待って、当たらなかったな。で、横向いて、これは避けていくしかねえな。こうやってなかなか危険なところだね。よし、じゃあタレットをまた置いて、ちょっと弾ももろとこれ使って、左右に避けてれば当たらないので、あれ当たってる？ちょっと待って、モロトフが当たってるか不安なんだけど、ちょっと横移動で避けていく感じでいいかな。アンダードームの方が良かったかな。あ、でもいいか、普通倒れてるし。おっと、危ねえ。よ、入って。ちょっと当たってる？今。まあいいや、これでよしと。普通に先へ進んでいくか。で、モロトフはもう使えるようになってるな。じゃあ、モロトフ使って、大ダメージを与えつつ、と、盾を使って、ガードしつつ、あ、またガードか、あいつ。あいつはガードしやがるな。先に上のやつを倒してしまう。ガードしてと。よし、OK。これは倒す必要がありそうだから、またモロトフを使って、モロトフ使って、アイスタレットを使うと。
おお、いいね、いいね。大ダメージ、大ダメージ。ガードはずるいぞ。ガードやめなさいって。はい、オッケー、倒せたと。で、あそこを打って、で、ここでアイスタレットを使うと。ちょっと避けて。おいおい、アイスタレットに任せたのに倒してねえじゃん。はい、オッケー。さて、先へ進もう。これは、この隙に。で、ここはちょっとブリングいて。ブリングしたけどダメージ受けちゃった。ブリングが有能なわけじゃねえんだな、そこまで。よし、じゃあ OK。次のステージ。アイテムはまあわかります。体力もこんだけあれば大丈夫でしょ。よし、じゃあ行こう。必殺魔法。使ってみようか。これを、こうして、あ、違う？あ？あ、後ろにやって、こうやるね。はいはい。おー、なるほど。見えてるかな？よし、じゃあ、オッケー。いざという時に使います。まあ、多分、こんな特別なステージ用意されてるってことだから、おそらくブローグと戦うんだろうね。しかも、ボス戦だと予想したと。で、グラブと。これが杖だね。後期高血なんだっけ？まあ、あと一個忘れたけど。やったねー。おお、出てきた。ささと終わらせよう。その通りだな。ちょーっと待った。どこに嫌がる？お、なんか飛んできた。角生えてる。お前がローグか。本当に出た。やるしかないね。痛い目に遭いたくなかったら。その手に持ってる最高に悪趣味な金目のもん置いてきな。俺武器として使えないかな。やだ、こった。強気だね。いい度胸だぜ。そっちがその気なら痛い目見てもらうぜ。覚悟しな。やってみよう。手は人とはいえ手加減無用だよ。負けないで。ちょっとお気を据えてやる必要がありそうですね。お、飛んできたのを弾いて、これがローグですね。不良魔王使い。アイスタレットを用意してボーボーにしてやりたい気分です。で、今アイスタレット使えるかな。アイスタレット使えるね。おお、あいつ何なんだ。見えないぞ。ちょっと待って、ガードしてやる。はい、分かった分かった。おっと、当たってるかな。モルトフで大ダメージ与えてるから。はい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 、当たってないぞ。なんか赤いのは確かあれだったっけ。ガードできないし、あれだった。よし、じゃあモルトフをやっからそこに投げて、あ、当たってるかな。ちょっと当たってねえな。モルトフが当たってない。お、当たり始めた。よし、アイスタレット、アイスタレットで、モルトフに変えて、お、来た来た。必殺技を使おう。さあ、早速必殺魔法クライナー。はあ、ちょっと見えてるかな、大丈夫かな。ちょっと見えてるかな。ちゃんと取れてるよな、これ。危ね。終わりだ。参ったか、ざまみろ。なんか飛んでいったままなんだけど。おい、あいつふざけやがって。あの子は止めろよ。あ、捕まったね。もう悪さすんなよ。これはつい出来心で、スリルが欲しかったんだよ。あと、遊ぶ金も。ずいぶんと集まってんな。話は本部で聞く。まあまあまあ、強敵でしたね。楽しかった、でも。じゃあな、もう悪さすんなよ。魔法使いには、あんな悪いやつもいるな。気をつけなきゃだね。その通りだな。何はともあれ、任務完了。グッド。
うん。S ランクと。うん。6000ほどゲット。6500ほど。裏路地に行けるようになったと。じゃあセーブしますか。セーブ。裏路地はこれかな？裏路地は何があるんでしょう？見てみたいが、見えるかな？あ、ここか？なんだ？これ使ってみて。何これ？グラブ？カメラ。カメラは？左手の、縦のところなんだな。縦というか、上下の、ハピオドってなんだ？撮影？ちょ、ズームできる？あ、ズームできるね。あ、撮れたね。これでこんな感じか。いいよ。なるほど。我がダイルスを撮影。撮れたよ。なんか俺身長低くね？あ、受付さんもいる。ちょっと、あそこにいる店員さんも、はい、パチャッと。はい、オッケー。で、これは左の底にあるんだね。いらっしゃいませ。はいはい。飲んでる。この世界ではタピオドが流行ってるみたいですね。どんな効果があるんだろう。かしこまりました。おっと？こちら、ミシルブレンドになります。こんな変わった種類のがあるんだな。なるほどね。うんうん、あー、どうも、受付さん。どうも。ちょっと待って、写真撮っとこう。こんにちは。どうも。ごきげんよう。ごきげんよう。今日もお元気ですね。はい。通り。受付さん撮影。さっきから何回も撮ってたんだけどね。あれどこ行った？あったあった。受付さんを撮影と。ではでは。それでは。さよなら。さよなら。アジンって感じでいいんだよな、受付さんは。いい写真撮れた？撮れたよ。ねえ、そのガントレットってこれギルドの支給品だよね。未調整だし古いし、オーバーホールした方がいいかもね。直せる？なんかそんな感じに。詳しい人は自分でいじったり契約している工房に委託したりだけど、お私たち金もお金もないからな。まあまあまあ、私パーツがあれば作業できるよ。本当か。でもな、遺跡由来の品以外は流通に乗っても市場に出ないから手に入らないな。でどうすんだ？そうだ、何でも堂の店主さんならきっと力になってくれるよ。本当か。お店も順調みたいだし覗きに行こう。おう、わかった。まあなんやかんや繁盛してるみたいだね。よかったよかった。ん？アイリスにも話しかけてる。いやー、まだこっちは9月だけど暑きぞ。うん。で、これは余計なお世話だ。つうか、こうやってね、思考をね、停止して喋るのって女性特有な気がする。申し訳ない。うん。なんだろう。ほう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 。やめえ、恐ろしいな、貴族。だいたいモテなさそうって言うとね、モテるモテないの話になるからね、なんか思考停止してると。そんなこと聞いてんじゃないって話んだけどね。で、こっちはなんかすげえ落書きがあるぞ。いろいろ落書きあるね、裏路地。また受付さん、しかも何でもの、あのじっちゃんと喋ってる。エニグマのテクノロジーが、あら、ほう、そうなの。年がバレ、いや別に気にしないですし、いやちょっとわかったわかった。ちょっとじっちゃん。どうもどうも。あ、元気ですよ。ああ、そうか。欲しいってじっちゃんだな、本当に。これは、なんだ？ちょっと待って、取って。タピオドで脅かす。まあ、うまいんだな。ちょっと待って、他になんか書いてある？噂だけが一人歩き、そんだけか。じゃあちょっと戻るか。またアイリスに話しかけてみると。おーい。こんだけか。で、ちょっとこっち入って、じっちゃんは何してるかな。さっき飲んでたけどね、コーヒーを。あ、動かせる。アイリスが自動で動いてる。んで、これ話しかければいいのかな、じっちゃんに。
スマホ触ってる、いやタブレットか。お、アイリス。お二方、おかげさまで盛況ですよ。それは何よりだ。おたくさま、あなた駆け出しながらなかなかいい魔法使いですね。本当？そんなことないよ。天使さん、今日は相談があって来ました。うん、そういうことかな。かくかくしかじか。それで伝わるのか。うんうん。装備の強化に扱う品を心得ました。お。あなたたちには恩がありますし、これから特別に格安で下ろしてあげましょう。こいつはありがてえ。ありがとう。よかったな。俺も嬉しいよ。これね、帰れてくれるんだ。このガントレット。とはいえ、これはなかなか末永いご契約になりそうですし、うん、それにお答えする代わりに一つ個人的なお願い事をさせていただいてもいいですかね。どっちお願い事？何だろう。簡単なことです。何でしょう。いいですよ。あなたたちは話が早くて助かります。ではまずその強化の件でお手伝いできることからお話を伺いましょうかね、うん、じゃあ教えてもらおうか。何をすればいいのか。ん？何？装備強化チュートリアル、インベントリ装備の順に選択して強化ができる。インベントリアイテムじゃなくて装備強化、これか。ゼロでどうやってんの？これか？これ？こっち？ここを触るの？うん。エレメントポイントか。ほう。操作上で、なるほど。これで強化すればいいんだな。はいはい。こういう感じか。強くなったのかな？ちょっとはこれで。ガントレットの調子はどうかな？新品同様だよ。これから強化の時は声かけてね。お、わかった。ほう、お嬢さん大したものですね。それでも食べてけますよ。本当か。さてさてさて、ではその強化されたガントレットの腕試しがてらお願いを聞いていただけますかね。いいよ。これから去るお方に挨拶に行くもので茶を工面したくてですな。ほう。遺跡に入る特殊な植物を取ってきてくださらんか。いいよ。遺跡に縁深い茶をお持ちしたいのです。頼まれてくださるかな。いいよ。オッケーです。難しくなければね。お願いしますよ。えい。なるほどね。でももう一回強化できたりするかな。装備強化ガントレットは、なるほど、レベル3でマックスか。この盾も一応じゃあ強化しとくか。なんか溜まってるしね、お金。よいしょ。うん、オッケー。なんだ？赤が好き？赤っぽい感じでどういうことだろう？そっかそっか。他に買えるもんもあるか？じゃあなんか売ってよ。ああ、これしか売ってねえか。なるほどね。じゃあ戻ると。よし。という感じで、じゃあ、今回はこんなもんにしておきたいと思います。強化もできたしね、いろいろローグも倒すとかできたんでよかったし、ということで今回ここまで。お疲れ様でした。